こんにちは、ヒロチャンネルのヒロムです。2015年夏の僕のおすすめのアニメを、紹介します。といっても個人的な、ね、おすすめなんで、それだけはご了承ください。今夏のアニメが7月の第1週から始まってて、もうだから3週間、もう1ヶ月近く経ってるから3話4話ぐらい出てると思うんですけど、実際にそう3話4話ぐらい見ての感想です。見てみての感想です。僕が選ぶおすすめのアニメと、または見てないけど気になってるアニメですね、紹介します。紹介してくアニメから飛べる URL 貼っとくんで、ぜひ確認してみてください。違うよ、チャンネル登録してから飛んでね。ちゃんと飛んで、チャンネル登録してから飛んでくださいね。日曜日からですねやってるアニメ、デュラララ。これは春のアニメで、あ違うか、起承転結だから、これはずっとやってて、天だ、起承を天まで来てて、次がケツかな、最後やるんですけど、池袋が豚になってるんで、これすごいおすすめです。次シャーロット、これはねすごいキャラが立ってるなっていう感じ。魔法とかをね使えちゃうっていう感じのアニメなんですけど、魔法とかを思春期にだけ魔法が使えちゃう人が一部いるんですね。その一部の生徒をこの学校に集めて、悪さをさせないっていう感じのアニメです。次ドラゴンボール超、ドラゴンボール超はドラゴンボール好きなら絶対見てると思うんですけど、これはすごくいいです。僕もドラゴンボール好きで、小学校の時からかな見てるんで、ドラゴンボール超おすすめです。ドラゴンボール超は超おすすめです。でもドラゴンボール超ってねなんか矛盾してるんですよ。ドラゴンボール GT がもうすでにやってるじゃないですか。あれが確か10年後の世界かな、ブーを倒してから10年後の世界なんですけど、それをやっててもう完結してるんですけど、ドラゴンボール超で魔人ブーを倒した後の世界を描いてるから、ちょっと矛盾してるっていうのに思ってる人は結構多いんじゃないかなと思うんですけど、まあでも鳥山明さんがこれ書いたらしいんですよね。はい、そして次火曜日にやってるアニメ、赤髪の白雪姫、これは今期結構おすすめかな、自分的には。僕がね基本的に少女漫画原作のアニメってすごい好きなんですよ。だいたいこう来るだろうなってパターンのちゃんとやってくれるじゃないですか。結構キュンキュンする展開とかもあるんだけど、要素が結構入ってるんでね、少女漫画原作のものってこうなってほしいって感じになってくれるから、期待を裏切らないってのもあるし、最初ね会長はメイド様から入ってもういいなと思って、でこうどんどん見ていくうちに面白いなと思ったのが、結構ね少女漫画原作だったりするんですよ。少女漫画読まないですよ、読まないんだけど、というのがあって、あなんか少女漫画原作のアニメって結構好きなのかなっていうのを最近思ってますね。次実は私は、絵で判断しちゃう人もいるかもしれないんだけど、これ少し見ていいと思いました。次土曜日にやってるアニメ、監獄学園って書いてプリズンスクール、これは結構刺激的だから見る人はそういうつもりで見た方がいいんだけど、これはねなんで好きかってね、漫画読んでたんですよ。友達の家って時かな、漫画読んでて、その出てくるキャラとかがすごい面白いんですよ。一人一人ねこう違うキャラ設定がちゃんとあって、うん、最初女子校だったところに共学になってね、ほんと生徒はみんな共学にしたくないんだけど、理事長が共学したのかな、その最初の年で入ってきたのが5人かな、男子生徒5人ぐらい入ってきて、でそこで悪さをしちゃったから監獄に入れられるんですよ。そう、なぜかね学校のね中心にね監獄があるんですよね。その中に収容されて1ヶ月、でまたそこで罰を犯したらさらに延長っていう制度があって、そこで生き延びていく、でそこでね脱獄したりとかまたいろいろあるんですけどっていうアニメですね、こちらは。はい、そしてこちら直撃の相馬、これはすごい推してます。僕なぜかってこれもう春からやってるアニメで2クールなんですよ。でずっと続きでやってるんですけど、これはどういうアニメかって、食べ物かな、食べ物を作るアニメ。雪平っていう食事所で働いてる少年がいて、その少年すごい腕があるんだけど、お父さんがねいきなりいなくなって、あの学校行ってこいって言われるんですよ。あの料理学校行ってこい、なんだよそんなとこ行かなくてもいいよって言うんだけど、結局行くんですよね。行って、で最初先生報告するんですよ、お前らなんかに負けるつもりないからみたいな感じで、でもみんなね、なんであいつみたいな感じになって、一躍有名人になっちゃったんですよ、その転入生は。その相馬くんね、主人公で繰り広げ、その相馬くんがこうどんどんいろんなねじゃ繰り広げていくアニメなんですけど、でもそこのね学校はすごい、本当はすごい厳しいところで、
何百人何千人入学こう生徒がいるんだけど、卒業できるのは数人、十数人しか卒業できない、本当数パーセントしか卒業できないっていう学校で、そこで寮の仲間たちと一緒に頑張っていくっていうアニメです。これはすごく面白いからぜひみんなに見てほしい。料理好きな人もだけど、料理嫌いな人、料理できない人、興味ない人も見てほしいですね。はい、そして次、下ネタという概念が存在しない退屈な世界。これはちょっと見てないんだけど、触りだけ見てね、あ、こういう感じなのかって、みんなすごいこれ面白い面白いって言うから聞くんですよ。なんかこれ面白いから見なーみたいな、周りから聞くから、これは面白いんじゃないかなーと思ってます。はい、っていう感じですかね。一応は、ぜひ参考になったらいいと思います。よろしければ過去のおすすめ人気アニメも下の概要欄に、貼っておきますので、そちらもぜひ確認してみてください。2015年夏のアニメ、ぜひみんなもチェックしてみてください。以上、ヒロチャンネルでした。バイバイ。ここから下見ていきましょうかこういう感じですね。こういう感じで、ここからこうガーッと滑って、そのプールに